舞台は出版社。廃刊の危機を迎えた雑誌編集長早見。才能を集めればまだまだ雑誌だって戦えるんだから。くせ者だらけの騙し合いバトル、早見が仕掛ける大逆転の奇策とは。戦争だな。タヌキ黙らせろよ。人を騙してそんなに面白いですか？めちゃくちゃ面白いです。騙し絵の牙。